そして今日は11月8日。ねえねえ、11月8日って何の日か知ってる？みんなで行くよ。せーの。そう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 。そうそう、それそれ。それ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 。いい推しの日らしいですよ。いい推しの日なんだって。みんなはさ、推し誰？誰推しなの？みんなの推し教えて。ヘムヘム、ハムハムヘムヘム、ヘムハム、あ、ハムヘム、ヘムヘム、なんか。私の知らない名前が、私はこの世で知ってる名前は久保ひなのって名前だけなんですけど、なんか、なんか違うっぽい名前も見えるんだけど、ちょっといい眼鏡しすぎたかな。ヘムヘムハムハム、そうだよね。まあ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 、そうだよね。まあ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 、なんかみんな会ってきたでしょうね。いい推しの日なんだって。あとでなんかツイッターに写真あげよう。なんだって、いい推しの日なんだって。当て、あれだよね、当てただけだよね。11月04に EOC に。そうだよね。みんなの推しだ、ひなちゃん。やったー、嬉しい。あ、もちろん12時回らないうちにあげるよ。そのためにこれを、この YouTube、 YouTube じゃない、この配信ショールームを45分ぐらいには終わらせちゃうのさ。遅くても45分には置くのさ。そう、終わらせて写真を投稿するのさ。じゃあまあしょうがないからさ、この場を借りてみんなに推しのいいところ言ってもいいんだよ。この場を貸してあげるから、まあまあみんなの推しメンのいいところ言っちゃって、ひなちゃんが聞いてあげるよ。しょうがないから。そう、それで今日はメガネなんだ。メガネはね、メガネはね、ボサボサなのを隠すというね、超画期的なものなのさ。いいよ、好きなところ言わせてあげる。ひなちゃんが読んであげる、それを代わりに。なるほど、
なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほどね。なるほどね。まあ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 、そんくらいにしておきましょう。変顔してしまった。照れてないよ。照れてない照れてない。全然照れてない。変顔。待って。変顔していい？ハンガー。ピグレットいいよ、拡散してピグレットしてあげる。なんかよく見たらピグレットってさ、口こうなっててさ、眉毛もこうなってるんだね。だからそれを再現してみた。めっちゃブサイクなんだけど、すごいブサイクすぎてびっくりしたんだけどさ。ちなみにでも私の特技は、特技っていうか、あの変顔めっちゃ得意なんですね。なんか3人ぐらいでじゃあ変顔しようって言ったら一番ブサイクで原型なくせるんですよ私。そう、似てるでしょピグレット。ギリギリ可愛い。あ、それギリギリ、それ可愛くないやつやで。ちょっと顔が細長くさ、ひなちゃん変顔得意なんですね。でも変顔みんなあの拡散しそうだから絶対しない。通所でも NG でお願いします。絶対みんな SNS にあげるでしょ。やだやだ、ブサイクって言われるからやだ。NG でお願いします。絶対にやりません。振りじゃないです。絶対ダメです。いやー、みんな信用ならないからね、全くもう。いや、あ、できませんって言いますから。あ、でも変顔いいよって言ってもこんぐらいね、こういう変顔するから。しません、変顔。いやもうぬるぬるぬる変顔でよろしく。ピグレットぐらいならあの全然やります。でもひなちゃんの本気の変顔は本当に原型がないので、結構と変顔だからダメ。本当に原型ないんですよマジで。この前もね、ヒューチとねサイト撮ったけど、じゃあひなちゃんがみんなに教えてあげる。
みんなこれ画面越しでやってね、変顔。まず顔を二重顎にします。こうやって自分がびっくりするくらい二重顎にするんですね。私ってこんな顔でかかったっけってぐらいやるんですね。まずその後に目を白目にします。で左右の目の大きさを変えるんですね。もうなんかこっちは半目だけどこっちはちょっともうちょっと開いてる半目みたいなするんですね。はい、みんなやってます？画面越しでやってくださいね。やるんですね。その後に口をちょっともう気持ち悪い形にするんですね。本当にちょっともうここでやったらほぼ変顔になるんですけど、まあそうそう、なんか M にこうやってこうやってするとこにこうやってやるんですね。でなんか頭の中にとってもとんでもない化け物を想像するんですね。でそれを目指してやったらなります。ちょっとやばい、ちょっと今変顔半分ぐらい変顔映ったんですけど、まあ今のはぬるいですよ、今のはぬるいんですけど、そう今のはぬるいんですけど、なんか本当にもっとなんかそう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 、そんな感じのね変顔をねするんですよ。わかります？皆さん変顔こんな感じだからね。そう頭で想像したら、そしてそれに近づけていったらなんかなりますね。そんな感じにおすすめです。はい、寄り目はねなんかぬるくなりがちなんで寄り目はしない方がいいです。目が開いてると結構普通に見えちゃうので、あの白目を置きましょう。あとそういい感じにやりましょう。もしやる機会があったらねおすすめです。そうなんですって。そう普通に生きてるだけで変顔です。自己肯定感低っ、自己肯定感低いな。もっと自己肯定感上げていこうぜ。アップ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 、自己肯定感アップ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 、自己肯定感が下げだとやっぱ人生も下げになってしまうので、自己肯定感は上げでいきましょう。そうじゃあみんなのお悩み相談会、じゃあそんな詐欺なあなたひなちゃんがみんなをアゲにしてあげましょう。みんなの最近のお悩みをひなちゃんにぶつけてみ、私が解決してあげましょう。詐欺なみんなをアゲにしてあげます。わいが君たちの悩みを解決してあげよう。彼女ができません。やっぱ自分から行くことが大事なんじゃないでしょうか。何事も受け身ではなくゴーゴーレッツゴーで行くべきだと思います。ゴー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 青春のみたいなね、ラップタイムのようにゴー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 で行きましょう。あ、29日目配信嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい。置いてきて軽率に足ぐねるんですけどどうしたらいい。やっぱり歩くときに常に全神経に意識を行きましょう。そしたら私は地に足をついて歩く人間なんだって意識をしましょう。これですね。今日一日郵便受けと自宅の往復しました。かっこいい。やっぱその心意気大事ですね。はい。年のせいか物忘れがひどいです。同じ。
毎日ひなのちゃんのことが頭がいっぱい、うん、助けてください。助けないです。それでそのまま行きましょう。絶対に助けません。ひなちゃんが最近可愛くてしょうがないんだけど、どうしましょう。どうもしません。やっぱりね、まあちょっと嬉しいな、可愛いって言ってもらえて。ディフフディフディフフディフフフフ。好きな人が2人いて選べません。最低。選びましょう。やっぱり選んでこそ真の人間、男、そういうものじゃないでしょうか。そこで迷ってるようじゃ今後の人生の二択も迷ってしまう。今決めるべきだ。さあ、ゴー。そうですね、庭にモグラがいてボコボコです。どう対峙したらいいですか。穴の上にさ、なんか餌でも置いといたら出てくるんじゃない。そこに網かぶせときなよ。どう。それかさ、モグラってでっかいのかな、小さいのかな、わからん。19期が気になります。あー、絶対ダメだね。許せない、そういうの。やっぱりひなちゃんに地図に行くべきだと思います。この配信に来てるってことは私のことが一途なんだなって認識なので。そうですね、はい、そんな感じですよね。部屋を片付けると思って3週間経ちます。助けてください。私は部屋を片付けようと思ったらもう何年も経ってました。家にゴミが散乱してます。逆に助けてください。ひなちゃん、単押しになるには何を食べたらいいですか。そうですね、とりあえず、アサイを食べた後にマーラータン食べて、その後にご飯を食べて生姜焼きを食べて、さらに夜中にフレンチクルーラーを食べてバームクーヘンを食べたらなれると思います。私のように頑張ってください。ヤンミルズ理論が解けません、教えてください。すいません、間違ってます。相談する場所間違ってます。相談所が間違ってますね。はい、ごめんなさい、間違ってます。筋トレするからモチベ上げる言葉欲しい。筋トレとは己の戦い。筋肉をトレーニングするのではなく、己の心をトレーニングすると思って頑張りましょう。はい、ラーメン3杯も食べちゃった。まあ全然いいんじゃないですかね。3杯って3ですよね。まあ四捨五入したら0ってことなんで、全然食べてるうちに入んないと思います。はい、どうでしょうか。みんなのここ悩み解決できましたか。なんか結構みんな的に解決できてそうな顔をしてるのが画面越しでもわかるんですけど、どうでしょうか。結構いい感じ。なんかみんなの顔がすごいすがすがしいぐらいだなと思いますね。私今みんなの解決できた感ありません。そうだよね、やっぱこれでみんなもの人生もアゲーにしてもらって、定期的にしてほしい。あ、もうぜひぜひみんなの悩みがゼロになるまで私は相談所として頑張ります。配信越しに顔見えてます。なんかもうみんながこういう顔からこういう顔になったのがすごい私には見えました。はい、やっぱね、今日インテリでやらせてもらってるんで、もう東大生もびっくりなインテリなので今日。はい、まあ、東大では収まらないこの私の学力、能力、知性、そうですね、やっぱ世界にまで羽ばたいてしまう知性を感じます。今日いい感じね、いい感じだよね。宇宙一やった。いやー、
てな感じでいい感じじゃないでしょうか。まあ、みんなね眼鏡かけといたら頭よく見えるんで、やっぱ私も図書委員だったんですけど、図書委員長やってたんですけど、眼鏡をかけるっていうことからね始めたんで、まず図書委員長なって、皆さんこんにちは図書委員長の久保日奈ですっていう時にも眼鏡をかけて私は出ました。そう、まあ、まず形から入ること、これが一番大事です。みんなも頑張りましょう。こんな感じですね。仕事できそうに見える。本当に思ってる？本当に思ってますか？思ってなさそうなのが分かりますよ。私仕事できです。同じ日、そう仕事でき。似合わない場合はどうすれば？心に眼鏡をかけましょう。そしたらおのずと他人からも眼鏡が見えてくるはず。よし、43分。私は今日いい推しの日の写真をあげるためにそろそろここでドローンさせてもらいます。ランキング読ませていただきます。横向きにしたらどこで見るんだっけ。ちょあったあったあった、これこれこれだね。これランキング動きます。45分だったら動きそうな気がするので一旦ちょっと待ちますね。ドローン、今日調子いいよ。なんだろう、あ、さっきなんか公園、なんか初めて行った場所に公園がありまして、そうなんか誰もいなくてすごい素敵な公園だったから一人で遊んできました。だから調子いいのかも。夜中に公園で遊ぶ不審者おばさんしてきたので、なんか調子がいい。一人でなんか揺れてた、こうやってなんか縄みたいなの捕まって楽しかったです。これ動いたかな、なんか動いた、動いたっぽくない、動いてないかな。ランキングこれからあと30秒待ってみようか。捕まらないでね、大丈夫大丈夫なはず。一応あの身分証あるしいける。身分証なかったらエンターテイナーって言って逃げる。よし、そろそろかな。そろそろランキング用も砂なかったんだよね。だから砂遊びはしてないんだけど。そうだよ、遊んでるひなちゃん見かけてもそっとしといてね。気まずとか言って逃げないでね。ではランキング読もうと思います。12位、11位、10位、ジーマサさんありがとうございます。9位、ハヤリンゴさんありがとうございます。8位、イータヌキの日さんありがとうございます。7位、DD ジュンさんありがとうございます。あ、最悪、わざわざ待ったのにあの今変わったわ。もう本当意味わかんないランキングって、なんでもう待ったのにどうしてこうなるの、いつもねえ、なんで困っちゃう。もう下手くそすぎない、なんか私わざわざ待ったのに、待ったからがダメなの、困る。13位、金入海子家さんありがとうございました。12位、レビちゃんありがとうございました。
11位はやりんごさんありがとうございました。9位関根さんありがとうございました。10位関根さんありがとうございました。9位いいたぬきの日さんありがとうございました。8位ジーマサさんありがとうございました。7位 DD じゅんさんありがとうございました。あ、間違えた。いい推しに出会えてよかった。ゆうきさんありがとうございました。嬉しい。5位つなさんありがとうございました。ももちゃんありがとうございました。大変お騒がせしました。皆さん困った、もういいや。もうはあ、おバカでごめんなさい。本当に大変ご迷惑をおかけしました。はい、やばい、いい推しの日あと10分で終わるのでマジで、はい、あの写真あげます。ツイッターみんないいねしてね。遅れないように頑張る。今日も見てくれてありがとうございました。あなたはゲームもするよ。どこで終わるんだっけ、これもう分かんない。中華鍋今日もさ譜面台でやってんだよね。じゃあのごめち、マジでごめち。おやすみ。おやすみ。